ちは。こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、新語・流行語大賞今年の出ました。もうそんな時期になったんだな。そうです。豊さん、はい、何になったと思いますか。俺の中では、はい、やっぱり、うん、野球関係だし、はい、高津監督の、うん、絶対大丈夫、うん、なんかちょっとね期間的にはちょっと短いとは思うんだけど、でもあの絶対大丈夫っていうのは、はい、俺の中ですごくインパクトがある。もうちょっと早ければね、絶対大丈夫がノミネートされてたんだと思うんですけど。あ、ノミネートもないの。そうです、ノミネート期間があるので。ああ、そういうことか。日本シリーズの期間でもう終わっちゃってたんですけど。野球です。野球。そうです。野球で何かあったの。ありましたよ豊さん。もう全国民がこの人を応援というか、もうあった。投げて打って。あ、投げて打って。そうです。ショータイム。ショータイム。まさに大谷。なんとリアル二刀流ショータイムがこの新語・流行語大賞の年間大賞に決まりました。すごいですよこれって。でも大谷が言ってるわけじゃないから。言ったことないですね。そう、大谷翔平がショータイムなんて言ってないから。アナウンサーとか、そう、で周りがそういうふうに言って盛り上げてたという。そうなんです。その言葉が流行語大賞になった。そうなんですよ、すごい。どうですか、ゆたかさん、その、ね、野球に携わるそのものとして、同じその野球の選手がこういう賞を取るというのは、新語・流行語で。まあ、大谷はさ、はい、すごいな。そうですね。やっぱり。うん、いや、すごいよ。そうですよね。海に渡った向こう側から言い出したことだから。そうなんですよ。別にこっちが言ったわけじゃない、はい、っていうのも、まあ、向こうの実況アナウンサーだとかが言ったんでしょ、初対、はい、そうです、そうです。それが、ね、はい、それかけて、はい、か、 かけたかどうか分かんないけど、はい、それが流行語大賞。そうですよ。ただ我々は一度もあんまり使ったことないですね、日常生活で。ショータイムとかですよね、はい、なんか会話でリアル二刀流とか出てきてはないんですけど。まあ二刀流とかは使ってるけどね。二刀流はそうですね、使ってますけど。あと他にノミネートされてる、はい、されていた、ノミネート語がいっぱいあるんですよ豊さん。この中でじゃあちょっと何を知っているか。13歳真夏の大冒険。ああ、はいはい、はい、オリンピックだこれ。そうです。スケボー。スケボーの。そうです。あ、これはよく見てたから。これフジテレビのアナウンサーがね。ー誰が言ったの。名前、男性アナです。あ、竹下かなんか言ったの。いや、竹下さんではないです。多分前の日から考えていたんだろうってみんなは。真夏の大冒険。はい、そうです。13歳お台場であったし。そうですね、有明でね。はい、ありましたし。あとは、まあこれはね、イカゲームです。イカゲーム。ちょっと、嘘、イカゲームですよ、豊さん。イカゲーム。はい、イカゲーム知ってますよね、もちろん。こんなに大流行したんですよ、今年。イカゲーム。ゲームなの。まあ、イカゲーム。ゲームなの。ネットフリックスのイカゲームというドラマですよ。知りません？ネットフリックスのイカゲーム。転んだですよ。怖いやつ。まあ、怖いです。ゲーム。ホラーなの。ホラーです。まあ、あの、俺ホラーは見ない。ホラーというか、そのゲームに脱落するとその場ですぐあの殺害とか殺されてしまうんですけれども。ないよそんな怖いの。イカゲーム。そう、あの韓国のドラマなんですけど、あのこのイカゲームが全世界で大流行。みんな見て、ネットフリックス。ハロウィンなんかみんなイカゲームの主あの役のコスチュームしてましたよ。本当ですか。マスクマンの人だったりとか、あとジャージ着てる。それ落ちたんでしょ。うん、ダメだったんですよ。そうですね、やっぱそうだよ。そういうこう野蛮なやつはダメだよ。でも見てください、ぜひネットフリックスで。あと、うっせぇわ。あ、歌でしょ、これ。そうです。うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ、みたいな。そうです。ダダ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 ダ。あ、それは知ってるんですね。多分あ、まさに。多分それだと思う。うっせぇわ。あと、ウマ娘。ウマ娘。イカやろう。何だったっけ。イカゲーム。イカゲーム。え、何これ。ウマ娘がアプリです。あの馬を育てるんだ。そうすると自分の飼った馬が踊ってくれるんですよ。可愛いあのキャラクターになって。あの馬娘です。と推し活。推し活じゃないです。推し活。推し活。あ、だからその婚活みたいなやつでしょ。あ、まあ似たような感じですね。こう推し面っていうやつでしょ。そうです。好きなアイドルとかキャラクターなどを応援する活動をさせる。推し活。あとね、これ結構ありましたね。親ガチャ。親ガチャ。はい。親がガチャガチャしてる。違います。あの、まあ、いわゆるガチャガチャにかけてるんだと思うんですけど、結構親を自分で選べない。ガチャガチャも好きな商品選べないじゃないですか、うん、出てきたものが取らなきゃいけない。ああ、だから親が情けないと。そう、子供は親を選んで生まれてこれないっていう。そのまあまああれだよね、はい、上司を選べないのと一緒だよね。まあそういうことです。そういうことですね、はい、上司ガチャみたいなものですよね。あとゴン攻め、ビタビタ。ゴン攻め、はい、ゴン攻め、ビタビタ。
ゴン攻めビタビタ。今何を想像してますか、皆さん。ゴン攻め、はい、ゴン攻めビタビタ。豊さん、ゴン攻めでビタビタですよ。わかんない。スケボーの解説の用語ですよ。ゴン攻めとかビタビタ。あれ、オリンピック見てますか。ゴン攻めとか言ってた。言ってます言ってます。プロが解説に使用した言葉、ゴン攻めとかビタビタ、ビタビタ、はい、スケートボードの用語です。あ、そうなの。そうなんです。結構スケボーのあれ解説ってインパクトあったんだね、やっぱり。やっぱりあったんですよ、ああいうあの緩い感じの。すげー、やーべーやーべーできねえこれはみたいな。そうです、ここでやるみたいな、すげえみたいな。そうです。だから結局そのオリンピックで新競技になって、こうインパクトのある解説だったってことですよね。確かにオリンピック見てて、はい、スケボーと高飛び込みの解説はすごくインパクトがあって、いいですよ、高飛び込み、高飛び込み、いいですよ、はい、いいです。何があってね。水しぶきが飛んでない。そうですね、それを見たら分かるけど、はい、何がすごいのかっていうのは分からない。分からない。でもインパクトに残った解説だった。いいですよって、はい、来ました。いいですよ。いや、分からない。何がいいのか、はい、来た。何が来たのか分からない。分からない。ただね、あとチキータとかも入ってるんですよ。チキータ？はい。チキータってなんかの技だったの？そうです。あの卓球の伊藤美誠選手が対応したボールの軌道を曲げる技。今年、やっぱりオリンピックイヤーだったので、やっぱりそのスポーツ、まあ、そうだな、はい、に交わるもの、関わるもの多かったですし、あとは例えば変異株、副反応、あとマリトッツォ。マリトッツォ？マリトッツォですよ、たぶん。マリトッツォご存知ですね。マリトッツォ食べたことないですか。マリトッツォ、ええ、いや、食べたことはあるんだろうな。何がマリトッツォか分からない。マリトッツォですよ。あの今ね、もうコンビニでももう各社マリトッツォ出してますし、いろんなアレンジのマリトッツォが出てます。マリトッツォ知らない。えマリトッツォって何。あのマリトッツォってパンにたくさんの生クリームなどを挟んだスイーツで、これイタリアから出てきた あれです。マリトッツォ大流行りしました。マリトッツォ、はい、なるほどね。わからない。わからない。あとまあ整うとか、どういうと、いや整う自体はわかるけど、そんなに流行った。整う、サウナと水風呂などで整うっていう、あの整うが流行ったみたいですとか、あと Z 世代とか、 Z 世代は90年代中盤から2000年代に生まれた人のことを指すとか、まあ、なんかあとはやっぱそうですね、リアル二刀流だったりとか、まあね、ショータイムだったりとか。いや、でもそれがあれでしょ、はい、大賞取ったんでしょ、はい、それは誰が受けに行くの。あれ、これ例えば本来だと多分大谷選手っていうことになるんですけど、大谷選手が忙しいと、まあ、代理人だったり誰か、例えば、いや本人が言い出したことじゃないでしょ。はい、じゃあまあ例えば高津監督の絶対大丈夫っていうのは高津監督が言ったじゃない、はい、だから高津監督が受けに行くじゃん、うん、これは誰が受ける。一平さん、翔太郎誰でしょうか。今全然つまんなかったよ、一平さんとか。ちょっといけるかなと思ったんですけど、ああ誰だろう、誰が受けに行くの。大谷が受けに行くの。いやでも大谷選手は行かないと思います。多分お忙しいですし、多分言い始めたどなたかなのか、ショータイム、ショータイム、アナウンサーか、ショータイムって言ったなんか今日の向こうのアナウンサーなのか、ね、誰がまあ取りに行くのか、誰ですかね、うん、なんかこうこの動画でもなんかその1年間で流行るような言葉をちょっと言ってみたいね、はい、まあその、ね、そう狙って取るという、こうだ、例えば大谷予想おじさんとか、それ流行語にはなんないでしょ、みんなあ、なんだよ、今もう全否定だ。全否定今イカゲームとか、だからそういうインパクトがある方がいい。ああ、なんか作っていきましょう、来年に向けて。今年はありました、なんか。だからベストナインおじさんみたいなさ、あ、まあ例えば、ふって笑えるような坂本おじさんどの坂本にも反応するとか。そうですよね、とかね、だからまあそういうのが楽しんでるわけでしょ。そういうことです。だから来シーズン、ね、来年ここに入るような何か流行語、新語・流行語をこの動画でもちょっと発信したいよね。したいですよ。だから言葉のね、しばしになんかちょこっと出てくる、でみんななんかこれを使い出す言葉、だそのことが何かしら動かなきゃダメだよね。いや、もちろん、もちろん一人で動くと、そうです、まあ、一人遊びするって。豊さんの中ではなんか今年自分の中でマイブームだったと
とか、まあ、流行ったじゃないですけど、よく使った言葉だなと、こう流行った、なんか印象ってありますよ、どれか何か一つということで俺結構なんか多いよな、ということでということで、また接続詞ですか、まさか、まあまあ、何かね、何何ですかね、豊さんが今年たくさん言ったのバレルゾーンとか、結構豊さんの口からバレルゾーンっていうのは聞きましたね。まあ、大谷選手の動画の中でもそうですけど、あと右方向、何かありますか、何を好んで使ったかはい、とか言うか、まあ、言葉でもいいですし、ゆとかさんの中でのこの1年、今年のなんか一番のなんかインパクトに残った言葉、はい、言葉とか人物でもいいですし、やっぱ翔平だよな、はい、あやっぱり印象残ってるよな、だって大体あんまりメジャーっていうのは朝が早くからやってんじゃん、はい、で朝起きてまで見ようとはなかなか思えなかったんだけど、やっぱ大谷翔平があれだけ打つようになって、やっぱ朝起きて、あ今日の翔平はどうだったんだみたいな、やっぱテレビつけて、あまだやってたみたいな、うん、で何本もホームラン見たしさ、そうですよ、だからそれはやっぱり大谷翔平っていうショータイムっていうのは気持ちよかったよ。じゃあやっぱりやっぱそうだと思う、そうなんです、やっぱ絶対大丈夫よりかこっちを豊さんの今、まあそうだね、まあ、最近ではそのなんていうのチームを勇気づける、うん、一人一人を勇気づけるための言葉で絶対大丈夫っていうさ、うん、まあ、そういう、まあ、あの中村がね MVP のヒーローインタビューで、うん、まあ、その言葉が心の支えになったっていうふうに、ん、まあ、監督のことを要所してたけど、はい、まあ要所じゃないけどね、はい、まあでも本当にね、うん、まあ、それがその言葉が、でも指揮官ってさ、やっぱこうチームを鼓舞する勇気をつける、そういう言葉を発信できるかどうか、ただ絶対大丈夫っていうのは最近の自分の中でのなんかこうつぼに来てるというかね、あ絶対、あなんか自分にもね言い聞かせるときに絶対大丈夫っていう風な、うん、なんかお守りにもなりますし、まあ、そうだね、うん、いやでもあれですね、野球の関係の人物の言葉が今年の新語・流行語大賞になったということで嬉しいね、嬉しいですね、本当に大谷には今年楽しませてもらったと、本当そうですよ ね、うん、ね、うん、でまたね来シーズンどんな活躍を見せてくれるのか、また来シーズンどんななんかプロ野球とかねスポーツの何か言葉だったりが入ってくるのか、まあそうだ、はい、楽しみにしたいと思います、はい、はい。